なんで？出て行ってくれ。この部屋の借り手が決まった。今月中に荷物をまとめて部屋を出ろ。それを言いに来た。いきなり言われても意味わかんねえんだけど。俺がここにいるってことは、親父にバレたってことだ。独り立ちしろ。引っ越す金くらいあるだろ。もう帰んのかよ。これから人と会うんだよ。ここにいたら酒の匂いがうつる。次郎です。荻窪のマンションの件本人に伝えました。父さんが直接お伝えになればよかったのに。兄貴か。俺だ。次郎だ。会社はどうした？辞めたのか。親父が帰ってこいと言ってる。ただいま。もしかしてあれから何もしてない？うん。だからダセーんだよ、てめえは。はい、もしもし。あんたが連れてきた女か。え？怒りの塔から出るタレント候補のことだ。あんたが家に連れてきた女か。ああ、いや、まだ出るって決まったわけじゃないんだよ。参ったよ。実際馬鹿げた話でさ。何ヘラヘラしてんだよ。舐めてんのか？いや。あんた金を受け取ったろ。だったら余計なことをするな。一切何も考えるな。選挙が終わるまで隅っこでじっとしてろ。そんな簡単なこともできないならな、あんたなんか生きるかしねえんだよ。こっちが毎日どんな思いでやってるのか想像もできないんだろう。ムカつくんだよ、あんたのそういうところが。とにかく出馬は断らせろ。こいつを返しに来た。どういうつもりだ。悪いけど、おとなしくしてんのは無理そうだ。皆さんこんにちは、ハイダ二郎です。私を初めて知っていただいた方はおそらく心の中でこう思っているんじゃないでしょうか。一体なんだあのアンちゃんはと。見ての通りまだまだ経験の足らない若輩者でございます。しかし子供の頃から父ハイダ十三の背中を見て育ち、常に政治を身近なものとして感じてまいりました。頑張れよ二代目。温かい声援ありがとうございます。いいぞ。あの人かっこよくない？笑顔が爽やかだよね。ハイダ二郎、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 ハイダ二郎をよろしくお願いいたします。